生死を分ける14のサバイバルトリック。野良犬に突然襲われたり、毒蛇に噛まれたり、海水浴中に沖で迷子になったり、灼熱の砂漠をさまよったり、そんな目には遭いたくないですよね。でも実際に自分がそんな状況下に置かれたらどうすればいいかということは知っておいて損はありませんよ。知っておけば生存率をアップさせることができますからね。 10% 弱くらいに。我々ブライトサイドが皆さんの身に降りかかるあらゆる危険に対処するための技をご紹介します。さあ諸君、サバイバル訓練のスタートだ。合図の親指ボタンを押してくれたまえよ。1、沖で遭難したとき。救命ボートで沖に流されている自分の姿を少し想像してみてください。荒れ狂う波に囲まれながら、まだ姿を見せないレスキュー隊を待っています。さあ、あなたが取るべき行動は一体何でしょう。この巨大な塩水の水たまりで生き延びるのに必要なものは3つ。食料、真水、そして体温調節です。食料は漁をすることで海から手に入れることができます。あるイギリスの船員は懐中電灯の中のワイヤーで釣竿を作ることによって海で133日間生存することができました。そのような素材を見つけることができたら同じように行動すると良いでしょう。手元に手頃なものが見つからない場合でも、衣服を網のように使用してプランクトンや藻を取るという手段が残っています。真水は蒸留器を作ることで手に入れることができます。必要な素材は大小2つの容器と1シート分のビニール。大きい容器から蒸発した水をビニールに結露させ、小さい容器でそれを集めるのです。海の死因で上よりも多いのが心臓麻痺。また、水面を反射する日光が目の網膜を傷つけます。衣服を使って頭や目を保護するようにしてください。2、砂漠で遭難したとき。砂漠での遭難には冒険映画のようなエキサイティングさはありません。移動は夜間に。日が落ちると気温は約50度から15度程度まで下がります。夜の間を選んで移動することで脱水や熱射病などのリスクを大幅に下げることができます。こうすることによって1日あたりに必要な水の量を4リットル弱も抑えることを可能にします。サボテンは水分補給に最適だと考える人もいます。ですが、サボテンに含まれる水分の多くは有害なアルカリ性の液体。砂漠で水を探す必要があるときは地下水脈を探すことに絞った方が良いでしょう。3、崩落した建物や洞窟に閉じ込められたとき。瓦礫の中に閉じ込められてしまったとき、最も注意しなくてはならないのが酸素量です。それを無駄にしないための知識が必要となってきます。呼吸はゆっくりと大きく、マッチやライターなどで火を起こしてはなりません。これは酸素を急速に奪ってしまいます。大声で助けを呼ばないこと。叫べば叫ぶほど体は不安で興奮状態になり、呼吸や心拍を早め、吸気量が上がってしまいます。できる限り酸素は温存することが最優先です。シャツなどを脱いで顔周りに巻きます。こうすることで塵や土などが顔にかかり窒息することを防ぎます。4、狼や野良犬に襲われたとき。狼は縄張りを荒らしに来た相手を攻撃します。狼に気づかれたときは相手から目を離さずにゆっくり後ずさります。背を向けて逃げ出してはいけません。一匹の狼は正面から攻撃してくることは決してありません。背中を見せることで相手に追いかける理由を与えてしまいます。野生動物を追い払うにはできるだけ大きく攻撃的な音を立てます。怒鳴ったり唸ったり大声で話しながらゆっくりと後ずさりをします。群れの狼や野良犬に出会った場合は囲まれないようにすることが重要です。木を背にしたり登ったりして安全を確保します。5、防水マッチの作り方。いかなる天気や気候の中でも火はサバイバルの必須アイテム。所持しているマッチやライターが濡れてしまうことを考えて、あらかじめ防水のものを作っておく必要があります。方法は簡単。マッチにマニキュア液や
ワックスを塗って乾かしておくだけ。6、毒蛇に噛まれた時。噛んだ蛇が毒蛇であったかどうかを見分けるところからスタートします。毒蛇の噛み傷は噛まれた直後から激痛が走ります。流れる血の色は黒ずみ、場合によっては青にも変わります。傷は大きく腫れ、頭痛やめまい、不明瞭な会話、吐き気、熱などの症状が起こります。対処法。口の中の小さな傷から毒が回ってしまう危険性を考えて、毒を吸い出すことは医師などに推奨されていません。しかし病院から遠く離れた場所で被害に遭った場合、これが唯一の方法です。噛まれてすぐ 1,2 秒以内に毒を口で吸い出し、吐き出してうがいをするということを繰り返します。止血帯を巻いたり傷口を押さえるということはしてはいけません。毒が同じ箇所にとどまると壊死を引き起こす恐れがあります。血液に乗って毒が流れるままにしましょう。7、自分を噛んだ動物が狂犬病にかかっているかの見分け方。何かに体を噛まれたら、すぐにぬるま湯と石鹸で傷を洗います。その動物が狂犬病を持っていなかったとしても、感染症になる可能性は十分にあります。狂犬病持ちの動物に噛まれた傷は、血がなかなか止まらず、次第に赤く腫れ上がっていきます。その後、猛烈な痒みと熱、焦燥感を覚えます。狂犬病にかかった人は、4から7日で死に至ります。ですから、すぐに医師に相談し、1から3日の潜伏期間中にワクチンを手に入れることが何よりも重要とされています。 8. SOS の発信の仕方。リアーナの SOS を歌ってみたところで、誰も助けに来てはくれません。長距離まで届く救難信号の送り方を知っておくと、危険な状況で通信手段がない場合でも役に立ちます。 SOS は光や音などで送ります。まず3つの短い信号の後に3つの長い信号を送り、その後再び3つの短い信号を送ります。その後3秒間待った後、同じ信号を繰り返します。どこかから3回光信号が送られるか、口笛が3回聞こえたりした時は、信号を受けたレスキュー隊が向かっているということです。9、あらゆる傷口の縫い合わせ方。傷口の縫い方を知っているだけで、誰かの命を救うことができるかもしれません。傷口の適切な縫合は、出血を止め、大きな傷を閉じて感染が広がることを抑えることで、その人の命を救うんです。緊急時に必要とされるスキルの中で最も優先度が高いとされています。10、レスキューカプセルの作り方。体温の維持、食料や水の確保、応急処置などに必要な道具類を入れた小さな容器のことをレスキューカプセルと呼称します。作るにはまず薬瓶などといった空の容器を用意します。中にマッチ、絆創膏、少量のアルミホイル、刃物、釣り針、抗生物質、ろうそく、糸または釣り糸、粘着テープ、清潔な布を入れたら完成。このカプセルがあなたの命を救ってくれるんです。11、両手が不自由な時の泳ぎ方。元ネイビーシールズクリント・エマーソンが著書で紹介した水での浮き方からご紹介しましょう。手が縛られた、あるいは傷ついた状態で水中や荒れ狂う海にいる時、溺れることを防ぐ方法です。最優先なのは呼吸を確保すること。パニックに陥ったりはせず、落ち着いて呼吸します。深く吸い込んで急速に息を吐きます。水深が深くないときは潜ってジャンプすることを繰り返して岸を目指します。うつ伏せで泳ぐ必要があるときは、背中をエビ反りに曲げて頭を水面から出します。嵐の海にいる場合、体を回転させて呼吸をしながら岸を目指して泳ぐことになります。12、濡れた木材の火のつけ方。これはスウェーデン式ファイヤーロングと呼ばれる技術。丸太を縦に置き、
星型の切れ目をできる限り深くつけたら、木くずや乾いた草などを星の中心に入れて火をつけます。この方法で火を起こした場合、火は素早く起こり、木材はサイズや乾燥度にかかわらず2から5時間燃えてくれます。ちなみにこちらの動画でもサバイバル時の火の起こし方について触れていますので、ご覧くださいね。リンクはこちら。13、銃の正しい撃ち方。ブライトサイドは武器の所持には反対していますが、しかし命に関わる場面においては必要に迫られることもあります。とっさに銃を手にした時には正しく引き金を引く方法を知っておくことが重要です。引き金を引く時には指の第一関節の真ん中で引くこと、撃つ前にはゆっくりと落ち着いた呼吸を心がけるように。14、魚用の罠の作り方。魚は夜の間、食べ物を求めて岸や浅瀬に近づきます。遭難した時には食料を確保するための魚用の罠が役に立ちます。生けす状の罠は石と棒を使って作ることができます。夜間に泳いで罠の中に入った魚はその出にくい構造のため中に囚われます。罠の魚を取るには出口を塞ぎ、水を激しく揺らします。また手づかみで捕まえることも簡単ですよ。今回の動画いかがでしたか？役に立ったという人は高く評価ボタンを押してくださいね。評価を5万いただけたら、誰もが知っておくべきサバイバルのコツをお教えしましょう。ブライトサイドのチャンネル登録をお願いします。